はい、こんにちは。皆さんいつもご視聴ありがとうございます。つくもなはやとです。おかげさまでですね、チャンネル登録者数っていうのも徐々に増えていって嬉しい限りです。この機会にですね、まだチャンネル登録してない方ポチッとよろしくお願いします。はい、本日の内容なんですけど、やっていきます。服学になります。じゃあ服のブランドの歴史だったりね、特徴だったりを紹介して、まあこういう歴史だったりね、背景とかを知ってると、そのブランドを着るときだったりとか、まあ買うときにね、あ、これなんかちょっと歴史知ってるんですよね、で知ったかぶれるっていうのが一つと、あと知ってることによってなんか機能性とかね、なんかもっと充実したファッションの楽しみ方ができると思うんで、ぜひ最後の方までチェックしてみてください。本日やるブランドはバーバリーになります。こちらバーバリーですね、皆さん一度は聞いたことある名前だと思うんですけど、まあ、かっこいい印象が強いですよね。まあ、イギリス発祥のブランドになるんですけど、まあ、男性はね、ジェントルマンというか、あの紳士的なイメージで、女性は結構エレガントチックなね、結構上品なイメージがあると思うんですけど、このバーバリーの歴史だったりとか、特徴的なアイテムだったりとか、そういったものを紹介させていただければと思います。なんかバーバリーブラックレーベルとか、そういったあのブランドがちょっと違う、名前が違うものもあるかと思うんですけど、そのあたりもですね、詳しく紹介できればと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。歴史に行く前にですね、ちょっとですね、バーバリーで連想するものをちょっとイメージしてもらいたいんですけど、まあバーバリーチェックがすぐに出てくると思います。あのチェックね、あのベージュのチェック、あのバーバリーチェック出てくると思うんですけど、バーバリーね、チェックにね、種類めっちゃあってね、皆さんがイメージするあれも一つのチェックなんです。ノバチェックって呼ばれるものなんですけど、その他にですね、10個ぐらいチェックの柄があります。で、一つ一つね、その形とか太さとか色とかで、そのチェック柄のね、名前が違うんですけど、これもね、多分ね、人によって好みとか分かれると思うんで、ぜひあの気になる方は調べてみてください。それではそのバーバリー、まあ、チェックで有名になったバーバリーの歴史に遡ってみましょう。戦争とかね、結構あの関係してくる部分があるんで、あの歴史が好きな人は楽しいと思います。スタートはですね、1856年のイギリスになるんですが、トーマス・バーバリーさんが創業しました。で、まあバーバリーさんが創業したんでバーバリーっていう名前なんですけど、このバーバリーさんはですね、結構尖っていて、洋服の革新家って自分で名乗ってたんですよ。あの洋服、ファッション業界は俺が革命を起こすんだみたいな感じですね。で、ファッション性とあと機能性、これの両方をもう確実にあのガッチャンコさせて世に出しますよって言ってたんですよ。で、このトーマス・バーバリーさんはですね、もう服はそのイギリスの天候から人々を守るためにあるんです、その天候から守るために作るんですよ、着るんですよっていうのをもうずっと言ってたんですよね。そのために機能性っていうのを重視したようなブランドになってます。で、1879年ですね、バーバリーがね、革命的なあの発明を起こすんですけど、ギャバジンっていう生地になってます。これはまあ防水加工されたコットン生地みたいなものになってるんですけど、まあ耐水性が高くて、なおかつ丈夫で、しかも通気性がいいのでオールシーズン着れるっていうものになってます。これで特許とかもね、出願してて、と、あの、取ってるんですよ。で、ギャバジン高等とか言われて、もうイギリスでは一世を風靡してるんですよね。で、まあ、イギリスってあの、気候上ね、霧雨とかがバーって降ってることが多いんですけど、それから身を守るためのね、ギャバジンっていうのがもう流行りに流行ったっていう感じですね。でも、機能性を追求しすぎて、もうみんなその機能にね、惚れ惚れしちゃってるんですけど、まあ、北極探検家とかが北極行くのにそのギャバジンコートを着てったりね、ギャバジンの生地を着てったり、あとは、気球で探検する、まあ、気球探検家みたいな人が当時いたんですけど、そのイギリスからね、ロシアまで1200マイル。まあ今、日本で言うと、その北海道のてっぺんから九州の一番下ぐらいまでの距離になるんですけど、それを、まあ、あの気球でね、わーって移動するときに、そのギャバジンコートを着てたって言われてます。そのくらいね、あったかい、あと通気性もあるんだけど、その保温性もあるみたいな。そういったものを発明しました。ギャバジンっていうのもね、ちょっとね、名付けっていうかね、由来がおしゃれでね、シェイクスピアのテンペストっていうあの作品あると思うんですけど、そこで、あの一人のね、なんかキャラクターみたいなのが嵐をなんか過ごす。もう嵐来て、もうちょっとここで過ごすしかないわーって言って来たのが、ギャバジンっていう名前のコートなんですよ。まあコートに名前ついてる時点でちょっとよくわかんないけどね、ギャバジンっていうコートを着て、まあ過ごしたーっていうストーリーなんだけど、そこからあの、名前を取ってね、ギャバジンって名付けたみたいです。1901年にはあのロゴをねバーバリーが作るんですけど、まあ、今ではもう浸透しきってると思うんですけど、あの馬の上にね鎧を着た騎士がうわーって言ってるあのロゴあると思うんですけど、あれもロゴコンテストで決まったような形になってます。もういろんな人がねバーバリーのロゴ作ってくださいって言って、まあ、こんなのどうですか、こんなのどうですか、こんなのどうですかって言った中にあれが入ってたんですよ。でイギリスをイメージさせるね、13世紀から14世紀をあの想像させるようなその馬に乗った騎士になってます。で、あの騎士ね、よく見るとあの旗を持ってるんですけど、旗にね、プローサムって書いてあるんですよ。
トロサムっていう文字が書いてあって、それラテン語なんですけど、意味はですね、前進するとか作り出す、想像する、あのかっこいい方の想像、想像するっていう文字になってて、まあ、これもねバーバリー、あの今革新家とかね、革命するっていうブランドになってる、これもぴったりなイメージになってるかなと思います。ここからですね、徐々にですねバーバリーの目玉商品っていうのが出てくるんですけど、1912年にねタイロッケンコートっていうのをあのバーバリーが作り出しました。今でこそねタイロッケンコートなんか巡り巡っておしゃれが着るコートみたいになってると思うんですけど、あのトレンチコートの、まあ、ボタンがないバージョン、コートをベルトで留めたり、あとファスナーで留めたり、そういった形のコートなんですけど、まあ、タイロッケンコートっていうのができました。で、これはトレンチコートの前身になっていまして、1914年、その2年後にはバーバリーを代表する作品、そのトレンチコートっていうのが作られましたね。で、このバーバリーのトレンチコートがもう全天候対応型頑丈パーフェクトコートって呼ばれてて、まあ今これは僕が言ったんですけどね、もうパーフェクトコートって言われていて、まあ、その当時ね、戦争で、まあ、どんなコート着ればいいんですかみたいな、みんな迷ってたというかね、探してたんですよ。そこで、あ、じゃあバーバリーが、あ、僕じゃあいいの作りますわって言って、あのトレンチコートが出たんですよ。なんでトレンチコートって最初はあの戦争用に作られたコートになってるんですよね。それも第一次世界大戦で考案されて、最初はね50万着ぐらい作られました。なんでイギリス軍のね、まああの兵士はね、みんなバーバリーのトレンチコート着てたぐらいにまで行ってます。で、トレンチコートね、あのベルトの部分とかにあの D リングっていうね、その手榴弾とかを引っ掛けるような、まあ、ベルトがついてたり、そこに手榴弾を引っ掛けてたりね、あと腱鞘って言って、ここにあのボタンで輪っかあるじゃないですか、肩のところに、あそこ何のスペースって、まあ、僕はずっと思ってたんですけど、あそこにね双眼鏡の紐とかを吊るして、まあ、双眼鏡を落とさないようにしたりね、あそこの一回外して肩掛けのカバンをつけて、またベルトをつけて、そのカバンが落ちないようにするだったりとか、そういった意味合いが持たれます。そういった意味合いがあります。この頃からね、実はね日本にはねちょくちょくバーバリーのものっていうのは入ってきてるんですけど、まだまだ全然知名度はないっていう感じですね。で、一番最初にお話しさせていただいたあのバーバリーのチェック、バーバリーチェックはこの1920年その前、第一次世界大戦トレンチコートが発明された6年後からその裏地にね起用されるようになったんですけど、最初はもうみんな気づかないです。戦争中にみんな来てるんで、そんな細かいところまで見てらんないし、なんかバーバリー側もねそんな大々的に打ち出したわけじゃないんですよね。なんかちょっと裏っ寂しいねっていう感じでチェックをつけたんですよ。まあ戦争とかもね徐々に落ち着いてったりしていったんですけど、1955年には王室御用達、まあエリザベス2世からね撥水加工業者に認定されて王室御用達の、排除しました。この頃はですね、もうあのイギリスから輸出されるコートの 20% はバーバリーのトレンチコートだったって言われてます。すごいですよね、輸出されるコートのうちの 20% が自分のブランドって半端ないですよね。あのうちから出してる、まあ、5着1着はうちのですぐらいまで威張れるって、ちょっとやってみたいっすね。はい。で、ですね、このバーバリーのトレンチコートのチェック柄が流行ったっていうのが、実はあの日本が関係していてですね、1964年、まあこの年に何があったかっていうのは皆さんすぐ分かると思うんですけど、東京オリンピックですね。東京オリンピックでこのチェック柄っていうのがもう全世界に発信されたんですけど、それがなぜかっていうと、そのイギリスのね代表選手、まあ女子チームだったんですけど、女子チームがまあ当たり前のようにね、そのバーバリーのコートを着て飛行機とかで東京に来てたんですけど、その時にね、あの暑くてね、もうコートは脱いでたんですよ。で、まあ、こうやって腕で持ってたんですけど、その時にね、まあ裏返しにされてて、チェック柄のコートが見えたんですよね。で、ああなんだイギリスのあのチェックのコートめっちゃなんかおしゃれじゃん、どこのってなった時にバーバリーになったんですよ。これでバーバリーのチェック柄っていうのがあの認知されるようになったんですよね。なんでバーバリーのチェック柄が世界に広まったっていうのは、まあ日本のねオリンピックのおかげと言っても過言ではないです。どういたしまして。2008年にはねバーバリーの慈善団体っていうのがあの独立で設立されたりねしてるんですけど、この日本との関わりっていうのはね、まあそのあたりから始まってくるんですけどね、2010年からね2020年までの10年間をそのバーバリーと三洋商会っていう会社で、契約を結んでね、まあ、日本で売っていいですよ、あなたたちが、っていう契約を結んでたんですけど、これはですね、2015年に、早めに打ち切りになりました。で、もう5年も早巻きで打ち切られた理由っていうのが、まあ、バーバリーの信念っていうかね、そういうところが関係してるんですけど、まあ、産業商会ね、産業商会側がバーバリーの名前を使って作ってたのが、ブラックレーベルだったりとか、ブルーレーベルになるんですけど、まあ、金額をね、まあ、安く売ってたんですよね。まあ、悪く言うと安売りしちゃってた。もう金額的にも半額以下とか、本当にバーバリーのトレンチコートって、まあバーバリー本社っていうか、ね、イギリスとかで買うと30万とか円、
30万円とかぐらいするんですけど、まあ、日本だと、まあ、3万円とか5万円とか、まあ、そのくらいで買える、まあ、10分の1とか5分の1ぐらいまで値段を落としてました。でバーバリー本社側からすると、いやいや我々はあの高級ブランドとして売ってるんです、でブランドとしてはイメージが大切なんですよねっていう話を、まあ、再三してたんですよね、産業紹介の方には。で産業紹介で、いやでも一回ちょっとうちらこの金額で出してるんで、ちょっと一回もうこう一回下げちゃっても一回上げづらいっすわみたいな形になってたんですよ。もうそしたらもうバーバリーちょっと徐々にあの不満溜まってきて、いやでもちょっとだからあのそっちが安いと僕らの売れないんですよ。まあ、そうですよね、産業紹介がブラックレーベルとかブルーレーベルっていう、まあ、別ブランドの名前をね使って商品を売ってたんで、バーバリー自体のものは日本であんまり売れなくなっちゃったんですよ。まあそれにね、もうバーバリーが嫌気さしちゃって、いやじゃあもう無理ですよ、打ち切りましょうっていうことで、あの契約早巻きになってね、あのバーバリー産業紹介が、まあ、あのバーバリー売れなくなった。で日本にはもうバーバリーの正規バーバリーしか入ってこなくなったっていう形になってます。はい、こんな感じで本日はバーバリーの歴史と、まあ、トレンチコートのね特徴だったりとかについてお話しさせていただきました。結構ね、まあ、戦争と絡みがあったり、あとは日本とのやり取りもあったり、面白いブランドですよね。でバーバリーのトレンチコートめっちゃかっこいいですよね。僕もちょっと今年の春ね買おうと思ってたんですよ、そのトレンチコート自体は。バーバリーかどうか決めてなかったですけど、まあ、それね、ちょうどね、コロナでね、外出る機会ないなってなって、そのトレンチコート買うっていうのをあの延長したんですけど、まあ、今年の秋とかね、まあ、来年の春とかには、ちょっと一着トレンチコート欲しいなって思ってます。で、あの、形もね、まあ、戦争で使われてたんで、あの、機能性とかね、耐久性が抜群なんですよ。あれね、一着買えばね、ほんと何十年とか着れるらしいんですね。なんで、そういったいいものを買って長く使おうっていう、あの、我々つくものね、あの、信念とも合致してるんで、今回バーバリー取り上げさせていただきました。こんな感じでいろんなブランドの紹介をさせていただいているので、もしよろしければチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。